どうもおはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたサッカースターというゲームをやっていきたいと思います。これ線でなぞるのかな。ああ、はいはいはい。もう普通にですね、これもなんか体験できる広告。あ、完全にその感じですね。はいはいはい。もう広告で見た通りでした。なんかね、本格的なサッカーゲームなんですけど、こう線を引いてパスして、線を引いてシュートを打ってみたいな、そんな感じ。おー、いいね、キャラクター選択。椅子座れてないやつがちょっとね、かわいそうなんでこいつ選びました。国籍もとりあえず選べるんですね。おー、ほうほう。おー、まあ、こんな感じ。あ、パス C のヘディング。おい、おヘッダー、いいですね。これピッツァみたいなもんかな。ピザじゃないよ、ピッツァだよみたいな。ヘッドじゃないよ、ヘッダーだよみたいな。こんな感じ。あ、思ってたのと全然違いました。こうウイニングイレブンみたいな感じで戦うんかなと思ったけど、なるほど、常にこれシチュエーションがあって、そこでゴールしろよっていうことですね。なるほど。あー、これはちゃんと作られてますね。っていうことは、自動生成、これ多分無理パターンだと思うので、シチュエーションいろいろ作ってるってことだよね。なので、これがまあどんぐらい難しくなっていくのか。あの、ちょっとちゃんとディフェンダーいたり、まあいいね、いいね、これは面白いぞ。ドン、はい、オッケー。で、これ止まってる時間が、線引かなければ結構ずっと無限に止まってくれるんで、まあゆっくり狙うこともできますよってな感じなので、まあカジュアルゲームとしてはかなり面白い部類かなと。お、選べる。背番号ガチャ、ちょっとあんまり見たことないけど、とりあえず13でいき、あ、で、名前も決められますよと。まあとりあえずね、藤夏でいきましょう。あ、これでどんどんなんか昇格していくのかな。おお、いいね。あ、背番号に、カタカナでなんか文字書いてあることあるっけ。ちょっとダセえ、カタカナで藤夏って書いてあるのは若干ダセえけど。おお、いいね、大阪対横浜になりました。あ、これ藤夏か。あ、なるほど、自分に渡すと、おーおーおー、すげえ、シュートを、さらにシュートを加速しましたね。なかなかのミラクルプレイをしてくれましたけど、なるほど、星3つ取れるんだね。だから、ゴールして1点、藤夏にパスして1点、で、ゴールのに設置されてる星で1点みたいな感じですね。あー、でもなんか、いいね、本格的だね。いや、これはちょっと全然、クソ面白いぞ。ちゃんと試合形式になってるし、いいね。最初はもうなんかガラ空きな感じだったけど、ナイスセーブだけれども、ドーン、オッケー、ありがとうございます。あ、ちょっといい。ちゃんと楽しい。あ、だからこれカジュアルゲームだけれども、ちゃんとリーグ戦になってるから、勝ち続けたら優勝とか、なんかちょっとしたストーリーも。あー、ちょっと待って、こっち行ってまうと、あー、ちょっと、そっちじゃないのよ。左に星があるから、もう全部星3つでクリアしたい。どー、あー、チキショー、あー、よし。おー、嘘。あ、こうなるのか。相手にボールキープされたら、やり直しだよってことですね。ただこれむずいぞ。おー、いけた、ナイス。あー、いいね。あ、俺が決めました。おーい、コミカルダンス。コミカルダンス、いいね。あー、バースからのダウン、オッケー、いいね、素晴らしい。はーい、靴磨きパターンですね。いろいろあるんですね、ゴールした後のポーズがね。お、ナショナルチーム、あ、21ってなんかいい数字。あー、記者会見ですね、いいね。あー、モンゴル。おー、いいじゃん、どんどん羽ばたいていくね。これどんどん藤松が強くなっていく。あ、ちょっと待って、これマジでいいゲームだぞ。ちょっとね、正直いや、試合形式じゃねえのかよっていうのは若干あったんですけど、これ全然面白いですね。で、ちゃんと敵もね、あー、むずいぞー。おー、ナイスダーン、素晴らしい。ちゃんとこぼれ球を拾いに行く藤松ね。これで有能ですわ。これむずいな、いきなりパスがいけんから。これでうまいこと落として、ちょ、なんでよ、枠ないじゃん、それ。まあ、とりあえず、それ、藤夏さんにパスを。藤夏、オッケーオッケー、いける。ナイスパス、オッケー。ちゃんとしてる。ルール、ちゃんとしてんのね、マジで。オフサイドとかあんの？もう、マジで、頭で落とせない限りは、ちょっと藤夏にパスができんから、これ、お、いけた、しかも、キーパー抜き去ってのダーン、気持ちいいですね。気持ちいいゴールが炸裂しました。あー、いいです。これ全20ステージ説あるかな。おー、でもインターナショナルカップ予選。
あれちょっと試合、試合じゃない。一瞬ちょっとちゃんと試合が始まるかなと思ってしまったけど、全然なことはなかったですね。いやちょっとパスが通らないね。あ、ナイス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 からのいけるか、ダーン、オッケー、いいね。やっぱこの星のシステムがあることによって、主人公に強制的にこうパスをしないといけないというミッションが発動してるから、この辺も含めね、非常に評価ができるポイントですね。はい、もしかしたらこれがラス面なのかもしれないです。ただステージ20でラス面だとね、ちょっとしょぼいなってなっちゃう。あ、フリーキックから、とりあえずパス、あ、逆サイドいかんと無理かな。あ、危ない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 、しかしちゃんと自ら取っていく。さあこれ逆サイドに振って、星に、あ、シュート打てない、シュート打てない、あ、打てるけどこれは入らないね。ちょっと入るところまで、入るところまでキープしといて、あ、いけるかな、いけるかな、ガニ股だけど、いいよね、このモーションとか、あの完全に無視ね。完全ガニ股状態だけど、プシューンって飛ぶっていう。さあ、ということでレベル20クリアしました。これで全クリなのか、まだ先があるのか、ループなのか、エンディングなのか。おー、シーズン2、あ、しかもどこに移籍するかも、リバプールブルーでいきますか、これはね。あ、そして毎回背番号ガチャがあるぞと。なるほど、あー、いいね、スポーツ、あー、スポンサーついとるかな。なるほど、これはちょっと遊べるな。おい、あー、日本になった、あー、帰ってきたぞーって感じだね。リバプールで修行した俺が日本に帰ってきたぞーと。さあこれは、おー、いいね、どんな角度でシュート打とう、あー、素晴らしい。はい、ステージ60まで来ました。このゲームですね、やってたらやってただけ難易度もちゃんと上がってきてて、で、あの主人公にね、あのボール渡したら星がゲットできますよってな感じなんですけど、その星がこうフィールド上にあったりだとか、まあ、ゴールは最初からあったんですけど、まあそんな感じで、しかもちゃんとディフェンダーが、あの増えてきたりしてて、シチュエーション、あー、いけるか。いやー、しかもね、なんかこやつら取ってくるんですよね、ちゃんとね。これも絶対入らんから弾かせて、あーいっていう感じでですね、一発でなかなかこうクリアも難しくなってきてて、でさらにあの1場面だけじゃなくて、なんかね、点数でリードされてたら2点必要なのかなとか思ったけど、それも関係なくシンプルに2場面で今1回クリアっていう、なんかそんな感じです。でここで、まあ、はい、これは入りますね。でこれで入れたらもう1場面出てきて、もう1点取ってやっとこのステージ60クリアみたいな感じですね。さあこれは一発でいけるか。いや、後頭部で打ってない、これ後頭部で打ってると思うんですけど、すげえな、後頭部でのコントロールがすげえな。まあまあまあ、とりあえずまあこういうね、ちょっとあの実際の世界ではありえないような軌道のシュートとかありますけれども、ゲームとしてはこれマジ秀逸ですね。いやー、ちょっとマジで初めてですね、ここまでクリアできねえの。あのまあまあ、ゴールだけをね目指せばクソゲーだから、そんなもんすぐクリアできちゃうんですけど、星をちゃんと3つ、ゲットしようとすると非常に難しい。さあ、あ、いいぞいいぞ、いやー、邪魔すんなー、星が取られへん。もうちょっと主人公にパスっていうだけでも結構むずいのに、地面にやっぱ生えてる星マジむずいっすね、これ。しかも明らかに逆サイヤから向こう行けないですよね。こいつしかパス行けねえんだな、向こうは。あ、行けるか。あ、画面が回らん、ここ以上回らん。ちょあの星、よしよしよし、これで主人公がドリブルで行ってくれんかな。ドリブルで、あー、行けない。床の、あ、いや、チャンスチャンス、あー、ナイスナイス、これでもうあとは入れるだけ。あ、もうキーパー力も高くなっとるしやな、クソ。いけるビジョンがちょっと見えてねえんだよな、これ。奥までもういけない方がいい。ああ、もうヘッドで狙っちゃう。あ、これ弾け弾け、おーしよ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 し、チャンス、あー、ナイス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 、これめちゃくちゃナイス。さあ、そなんで左サイドいかんかな。あー、いいぞ、これでとりあえずパスする、星1個ゲッツ。こっからお前ドリブルで行ってくれんか、ドリブルで行ってく、あ、いい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 い、いやー、もう慌てんだ、これはシュート打っても入らん、
入らんから、のんびり行くよ、のんびり行くよ、時間をかけていい、時間をかけてもいい、よし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 、よし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 、もう積みタイミングでシュートコース、オッケー、いいぞ、いやいや、時間かけろ、時間かけろ、時間かけて崩せ、崩してからよ、よしよしよし、いいぞ、ちょちょちょ、まあまあまあ、こいつしかいない、ああ、入らん、絶対入らんから、時間かけろ、これはパスでいい、パスでいい。いいよ、これはいける、どーっしゃい、やっとよ、マジでやっとよ。一ステージ一ステージが本当に難しくなってきてるから、あのちゃんと面白いですよ。ガルダキー、よし、ということでございまして、ステージ100まで、クリアしました。100で終わりなのかどうなのか、それをちょっと見たいところですけどね。でこれあの本当にあのタップしなかったらね、ずっとこのリプレイとかも見れるっていうね、こんな機能もあるよっていう、もう本当にだからこれだけ見たらウイニングイレブンですよね。あ、しっかり101もあって、でさらに上をね先見ることもできたんですけど、これ見るとシーズン7もちゃんとあるっぽいんで、これ結構マジで時間つぶしとしては最高にいいゲームかもしれない。ただ星を3つ集めるっていうのにこだわらなかったらサクサク進めちゃうんで、そんなに面白くはないかもしれないですけど、なので、今日はサッカースターというゲームを紹介させていただきました。マジで面白いゲームとなっております。皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。